締めくくりに、203ミリ自走榴弾砲による空砲射撃を実施します。射撃部隊は今年度末廃止予定の第4特化軍第104特化大隊です。第104特化大隊は昭和29年に第1特化軍の隷下部隊として発足し、昭和36年12月に上富良野駐屯地へ移住し、第4特化軍の隷下部隊となりました。これまで幾度の装備品の感想を得て、陸上自衛隊最大口径の203ミリ自走榴弾砲を装備する部隊として、地域の方々と深い歴史を刻んでまいりました。第104特化大隊の関越式における射撃はこれが最後となります。これより同榴弾砲の空砲射撃を行います。関越大前方の道路は大変危険ですので、絶対に立ち入らないようお願いいたします。大きな音がしますのでご注意ください。仙台号列車、仙台 M557 出発、総駅の方向3200、車格3200、3発停車。しますのでご注意ください。停車5秒前3、2、1、ダッ。残り2回発射します。大きな音がしますのでご注意ください。停車5秒前3、2、1、ダッ。繰り返します。大きな音がしますのでご注意ください。停車5秒前3、2、1、ダッ。加熱更新終わります。